N フラワーデザインスクール会員の皆様、代表の長塚です。今日はね、こちらアマランサスって、まあ、あの動画の中では言ってたんですけど、あの一般の YouTube の方ではね言ってたんですけど、まあ、見てない人は先にそれを見てからでもいいです。このねゲットの使い方からやっていきます。これねちょっとねすごい新鮮なゲットの使い方が出ました。まあ、このゲットってねこれ難しい課題の一つです。なぜならこの花の向き、この葉っぱの向き、だいたい葉っぱ2枚ついてるんですよね。全部違うんですよ。だからどれをこう主にしていくかによって、まあたまたまねこれなんては、まあ、こうやって見ると分かるんですけど、この葉っぱを一枚取れば割とこれで花と葉っぱでいけそうな感じがしますよね。ただまあそうじゃないものももちろんありますので、そういう時はまあ極力1枚どれかの葉っぱと花を残してそこからアレンジをスタートさせるといいと思います。また今回のこのゲットについてはこの葉っぱとこの花がすごくいいので、ここでねカットします。ほらついてた。そうするとまあこの葉っぱとこの花がこう残りますよね。わかりますか。ちょっとこれを刺してみようか。はい。ここからアレンジをスタートさせていけば、まあ様にはなってきますね、アレンジがね。そしてまあ次にね、このゲットの葉っぱすごいねこうこのまんまこうやってね溜めて面で使う、まあ、こうすれば変な話ファンデーションワークももうできてしまってる状態になりますよね。ただこれだけじゃないです。この葉っぱをこの後ろ裏側でね、ここでこうハサミを入れますね。そうするとこう裂けます。これね実はいくつにでも裂けます。ここにハサミをこう入れます。こここうで、ここをこう裂きます、ね、こういう状態です。いくつにでもこう V の字になりますよね。でこの V の字になったものをここで丸めていくんですよ。この先の細いところをね、両方とも丸めます。そうするとこうね、かわいいこうくるくるしたこういうアイテムができますね。でここの下のところをこう切ってこういう状態にしますね。こういう状態にします。でそしたらこれを刺していきます。でね、今ねこの状態にすると、今このアレンジのこの状態ではちょっと似合わないので今形を変えますね。そしたらこのゲットを1本だけで他の花何にも入れないでちょっとアレンジメントを作ってみましょう。じゃあちょっとカメラアップでいきましょう。はい、アップにしました。一回抜いたからちょっとさっきの穴が開いてますけど、まあ気にしないでいきましょう。まあちょっとこう、まあ、この穴を利用しましょうか。じゃあね、いかがでしょうか。
っと正面から見てみましょう。はい、この1本の月桃から、まあ、こういうねアレンジメントができます。まあ、最後にこのねトップ、出過ぎてたんで下引っ込めちゃいましたけど、もう少しこう1本じゃなければまあもうちょっと高くてもいいかもしれないですけど、1本だったんで最後に葉っぱ切っちゃいました。ファンデーションワークとかはね、まあこのゲット1本なんで少し後ろ側とかは見えフォームが見えてるとかありますけど、まあこれでこれ1本ですよ。1本の葉っぱのワーキングだけでここまでのアレンジメントができるんです。これをなんだろう、これは丸めるっていうテクニックなんですけど、ホチキスも何にも使ってないです。ハサミ1本でここまでできます。なので植物素材、まあ1本でもねいろんな風にこう遊ぶというか、アレンジすることができますので、ぜひねこう時間がある時にそういう楽しみ方もしてみて、研究もしてみてください。絶対うまくなります。はい、でねもう一個のアマランサスはちょっと長くなったんで次の動画で紹介しますので、今日はこのゲットの使い方をねよく覚えておいてください。ではまた次回お会いしましょう。